どうもタブヤンです。リンクの冒険第4神殿に来ました。ここでねセーブしたので前回の続きやっていきたいと思います。炎邪魔最後さあどっち行こう。左行こうか。なんだこのマジシャン。おー無敵なのこいつ。めっちゃ強いやん。何これ。あ鍵倒せないのかこいつは。開いたー。ちょっと倒せないの。ほっちょっと遅かったか。あらまー何これ。ちょっとやり直そう。あ敵出てきた。ダメだ。アイテム出てくるかと思ったら敵出てきた。うわー左あれだったよね。鍵だったので。あ倒せない。あれじゃない、あのリフレックスじゃない。ちょっと使ってみようか。リフレックス。あ倒せた。経験値100高い。ちょっとダメージ受けたからねずるいですけど、セーブ機能ちょっと下見で下見をしてからのもう一回やり直そうか。何こいつ、経験値取れねえじゃん。ああこれ下付きで OK。 ライフ使うか。クソもうこいつ無視しよう。無視。さあどっち行くんだこれ。右かな。こいつは下突きが有効。あ、マイがクソ。地味にダメージ受けていく。あ、落ちる系か。よし急げ。ジャンプ届かない。あーまた落ちた。死ななかっただけいいけど。なに今の。落ちずにいけたな。ほっ。あーダメだ。こいつ盾で防げないやつ。よし。これアイテムじゃないよね。くっそー。落ちるぞこれ。あーよっと。よし。いや怖い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 。おー危ない。よっとこれ続くと敵かな。あれ敵でもなんでもないね。やばい当たり。逃げろ逃げろ逃げろ。よしジャンプ、さらにジャンプ。よしよし逃げろ。オッケー生きて帰ったけど、けどもや、おっと全部ダメージ受ける。危ない危ない。落ちる。あー一気死んじまったぞ。もうちょっと一回セーブ機能なしでガチでやってみよう。やってやるぜ。おいとー相手。スライム邪魔。こいつでも下段だけだからね、そんなリフレクトの魔法もったいないからね。おっと、そして鍵使っての上に上がる。どうしようこれ。下行こうか。スライム邪魔。お
やめて、邪魔。スライム邪魔。マジック回復。よし。おっちょっちょっと。邪魔邪魔。おっちょちょ。よっと。さあ、何かある？おっと。またこいつか。前の神殿でもお世話になったよね、こいつ。あ、またこの、これか。これ系か。さあ、ここから脱出が問題。あ、ダメだ。よし、うまい。うまい。めっちゃうまくなってる。よし、正面からだけならなんとかなる。横から来た。反対から来たらきつい。あー、やばい、これもうシールド。くそ、生きて帰りたい。なんかすり抜けの術とか欲しいな。くそ。あ、そうか、フェアリー使おうか。あ、でも上まで繋がってない。あー、くそ。フェアリーの術。最初から使えばよかったね。ライフが。くっそー。これ使い時だったね、フェアリーね。そしてライフで回復しようか。さあ、さっきジャンプ失敗したとこもう一回行きましょうか。ここだね、大ジャンプ。いけ！大ジャンプ！届いた！よし！あ、やばいやばいやばい。こいつはかわしての。もう一丁。よし。はあ。ほっ。よっと。ほっ。あー、落ちるー。だ。ほん、あいつ落ちてった面白い。ほん、よし、ゲット。これ敵かな。これ敵だよね、多分。あ、違う、マジック回復やった。これは嬉しい。さあ、これね、ちょっとセーブしよう。ここ落ちて、なんかすぐ右にあったよね。なんで、すぐ右行けばいいんじゃない？ほっ、これで落ちて。ほっ、右右右右右、オッケー。なんかあるよね、絶対ここ。またこいつか。おわー、タイミングが。オッケー。何？挟まれた。マジか。やるな、こいつら。お前たちの弱点は下段って。おお、すごいかわすじゃないか。下段だ、お前たちの弱点。おお、こいつか。こいつ一時のボスですよ、こいつ。これはでも、おっと、かわすかわすかわす。よしよしよし。ほっ、鍵開けて。きたー。あ、なんか靴みたいなやつ。情報ではね、聖なるブーツがあれば海の浅瀬を歩けるっていうのがナボールでありましたね。
オッケー、まあ、次の神殿に行くアイテムかもしれないね。いやどうしよう、あいつとは戦いたくないな。とりあえずライフで回復してセーブかな。ずるいな、セーブ使わないの一瞬でしたね。禁煙するって言ってね、2日後ぐらいにタバコ吸うみたいな。さあ行こう、こいつはかわす。あいたたた、ちょっともうジャンプでかわす。よし、おお、倒したいけどな。倒そうか、経験値、経験値くれ。あーダメか、逃げろ逃げろ。逃げろ。ちょっと調子に乗った。パライフもっかいか、やばい、もうマジックないよ、マジックがないよ。これ左で落ちらんとしょうがないのかな、それともいけるのかな左。どうなんだろうね、ちょっと行ってみようか左。ほっほっ、あ、いける。でも行ってどうなる。結局落ちる。あーっと、オッケー。こういうこいつを倒すと、あ、こいつをね突くと、あー逃げろ。さあ一番上まで戻るってことになるのかな。オッケー、鍵一つ持ってますね。スタート地点じゃないのかここ。ほっ、あーくそ、こいつ嫌なとこにはまって、安全地帯に。さあ残り少ないライフ、ちょっと一気死なずにあのボスまで行きたいね。遠いなボス。なんで落ち着いて、あっと、うん、わ、ちょっとここスタート地点だよね。で左、こっち行ったことないんだよね。あ、鍵、そうそう行ったよね。で左、あーやばい近すぎる。おー怖い怖い怖い、あれしゃがまなかった、なんで。あーちょっと混乱してる、危ない危ない、危ねえ、ちょっと死にかけ、セーブ。さあちょっと休憩したぞ、鍵があるぞ、どうやって取る。上に行かないといけない。あーこいつか、赤い方だしまだマシか。これはうーん一気死んじゃうか、これちょっと死なずにちょっと倒したいね。行こう、勝負だ。あーやられた、あまだ生きてる、よかった、おーマジック回復。めっちゃ嬉しい、ライフ。え鍵使うの、鍵ゼロじゃん。どういうこと。そっか、これ取らないといけないんだ。これどうやって取るの。取れねえじゃんこれ、なにこれ。わからん。この鍵取れないよ。もうでも全部いったしな。すごいリンクがなんか押してるという画面が揺れますね。いやそんなことはどうでもいいんだ。わからん。ファイヤーとかでも無理でしょ。フェアリーでも無理だし。これはちょっと皆さんにね教えてもらわないと無理かなこれ。ちょっとということで皆さんからのね情報をお待ちしております。情報がないとこれちょっと
ダルニアの街でなんか取り損ね、アイテム取り損ねてるのかな。ということで私は一旦ね、あの出口まで頑張って帰ろうかこれね。そしてレベル6から7にねレベル上げよう。でも惜しいなこれ、レベル上げをねしておきたいと思います。それではまた、さよなら。残念。さあマジック上げてレベル全部7になりました。やりました。わあ、ネクスト4000。これ以上はちょっとレベル上げじゃなくてね、まだ第4の神殿ですからね。皆さん情報お待ちしております。